伊豆崎美代です。以前ですね、この場所に超芸術トマソンがあったはずなのに消えちゃったというね、動画をお届けしましたけども、あの概要欄に、貼っときますけどね、横断歩道の前なんですけどね、横断歩道の旗立てのトマソンというね、こう珍しいタイプのトマソンがね、もう何十年もねここに置いてあったはずなんですけども、改めてねこの動画でねアップして紹介しようと思ったらね、忽然と消えてたと、ね、いう動画を撮ったんですよ。でそうしたところですね、これあのコンビニの前なんですね、こっちが横断歩道 でこっちがコンビニなんですけども、でこうやってね動画撮ってたところね、視聴者の方からね、後ろに伊藤さん後ろにトマソンありますよって言われてね、と思ってね、あの僕ここの近所に何年も住んでるんですけどね、トマソンがあるって言うんでね、見てみたんですね。そしたらね確かにトマソンがあるんですよ。でどういうものかって言いますとね、これコンビニの駐車場なんですけども、駐車場にね車止めがあるんですね。車止めがあるんだけども、なぜかね車止めがこうね一重二重になってるわけですよ、ね、だからこれはこれが今使われている車止めですね。でこれがねどうもね古い車止めなんじゃないのかなというふうにして推測されるんですね。で駐車場のこっちの車止めは、1列なんですね。で、こっちの車止めは、2列になってて、で2列の必要なんかないわけですね。だからこの奥の方がトマソンじゃないかっつってね、疑いがあるね、すぐこういうの決めつけちゃダメですね。でね確認で、ちょっと奥の方まで行ってみますけども、でこのね裏にはねマンションがあるんですね。裏はマンションになってるんですね。コンビニの裏がマンションになってて、でずっと行くと、まあ、この辺まではずっとね、二重の車止めなんですけども、ここがまたねちょっとね複雑になってて、ここは二重になってるんですね。2個目二重になってるんですけども、このマンションの奥の方の車止めは、一重というかね普通の、車止め、ね、一重の車止めなんですけど、これがねこう古いタイプなんですよ、ね、でこっちとねこっちの車止めと、同じなんですね。これと同じなんですね。これと同じなんですね。向こうのマンションの前にあった車止めが。だから、まあ、何らかの事情で、事情は分かんないですけど、とにかくね、まあ、ここの車止めだとね、このコンビニの建物に接近しすぎるのかなっていうね、少なくともこの植木、木は危ないかなとかね、とにかくそういう理由で、新しくね、車止めをね、作ったので、現状のこの、ね、奥の、車止めが、トマソン化していると、ね、トマソンというのは超芸術トマソンといって、赤瀬川源平さんが、そういうふうにして、概念を発見して名前を付けたと、ね、不動産に付属する無用の長物で、しかも、ね、芸術のように、ね、大切に保存されていると、そういうものですね。ゴミとして捨てられたり撤去されないで保存されているものと、それがね芸術を超えた超芸術だっていうことで、赤瀬川さんが赤瀬川源平さんが、まあ、そういうふうに名付けたわけですね。でということでね、このトマソンを写真に撮る、ね、このチャンネルは実は写真のチャンネルでありまして、で、ね、トマソンを、ね、写真に撮りましょうっていうのが、赤瀬川さんの提唱したコンセプトのうちに入っているわけですね。ですからね、まずね、こう全体を、ね、全体の状況を、写真に撮る、ね、そうすると、まあ、こっちにも、こっちは普通のコンビニの車止めがあって、こっちにトマソンの、二重の車止めがある、ね、で、この状況もね、とにかくね、これ、科学的記録写真ですと、ね、赤瀬川源平さんはおっしゃっておりまして、こう大体現状が分かるようにね。撮っていくと、写真っていうとねこう光と影なんだってね風に言われますけども、そういうことではなくてね、こう写真としていいかどうかっていうよりもこう記録写真として、でこのトマソンのこの被写体が面白いので、これをね、きちんと記録に撮るように心がけましょうと
ね、こういう風に、ちゃんと2列になってますよと、ね、そういう状況を、撮るわけですね。でそれとね、この辺からも撮りますかね。はい、ここまでコンビニの駐車場で、向こうはマンションの駐車場で、まあ、そうやって車止めが続いていると、ね、あとねここねすごく複雑になってるんですよね。まあ事実は小説よりきなりで、なかなか理屈で割り切れないものがあって、ここは二重の車止めなんですけども、 ここに車止めがあるんですよね。ここに車止めがある、この階段の、下に車止めがあって、これは完全にね用をなしてないというかね、より純粋にトマソン化した車止めなんですけどね、なんでこんな状況になってるのかわからないですよね。このだからこの車止めがあった時は、この階段はなかったのかなっていうね。でそしたらじゃあこのマンションにどうやって上り下りするのかってね、いろいろ思いますけども、まあ、だからちょっとこの様子もね、この状態も、撮っておきますけども、で、この奥に正常な車止めがありますよというところも、まあ撮るわけですね。はい、だからトマソンってね、トマソン写真ってまあ組写真なんですよね。でそうやって組写真で見せると、写真っていうのはその、1枚で完結しなければならないと、ね、そういう風になってますけども、そうとも限らなくてね、組写真でこういうものを見せると、でそうするとね、まあ、僕もそうでしたけど、やっぱ写真撮るのってこうなんか緊張するんですよね。もう1枚で決めなきゃってね。それをねこう組写真で面白いものを見つけたら、報告するために写真を撮ると、そうするとね、気軽に写真が始められるとね、まあ、僕は今いろんな写真撮りますけど、最初は僕もねトマソンから、ね、入ったので、このトマソンシリーズもねこのチャンネルでは、続けていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。